菊の前は山田城の城主山田地区を守る達業の性質。ご菊御前とも。菊の前は山田達業の性質であるが、その出自や生前の自責などは不明である。天正13年3月25日、宇都宮市と那須市が総力を挙げて激突した薄洋が、腹の戦いが勃発すると、夫の達業はこの戦いにおいて討ち死にし、 巨城の山田城は、那須勢に攻められ落城する。この際、菊の前は、過労山田新左衛門と共に城を脱出するが、新左衛門は、菊の前を守って内死にし、菊の前は、花見土屋と呼ばれる山に逃れる。しかし、さらに追っ手に追われると、菊の前は、菊の前に従ってついてきた11人の侍女たちと、共に、太鼓岩と呼ばれる崖の上から、 山の北下を流れる放棄川に身を投げ自害した。山田の歴史を記した、山田玉城大来記は、次のように記す。十二御前という書は、天正十三鬱取り年三月十五日、薄洋が原葛戦の際、山田城主、山田地区を守る達業の性質辞書と、このところまで逃げ落ちて身体極まりしゆえに、断崖絶壁の頂上より、主従十二人手に手を、悪愛不手、 身を調約して、放棄側の深淵に投身自殺を行うた、戦争秘話の遺跡なり、山田玉城を来期そして現在、十二人の女たちの悲劇があったその場所は十二御前と呼ばれている。円満寺跡にある墓地の真ん中に、山田一族や住職の墓であろう、五輪塔や乱塔などが並ぶ。戦いの後、菊の前をはじめとする次女たちの供養を山のふもとにあった、 関根村の人々が行っていた。菊の前は自害した夜が十二夜であったという伝承があり、十二夜御殿と呼ばれ、特に正月十二日に藁放殿の作り、米や蜘物を捧げていたが、山田玉城大来記によれば、昔は七から八軒の民家があったが、関大来記が書かれた江戸時代後期には二軒の民家しかなくなり、現在は一軒もなく、関根村自体が消滅したため、 服用は、一切行われておららず、また、地元ののの人人でも、十二御前の場所やその悲劇を知らない、い。が多山田にはかつて与楽参戦順位円満寺という立派な寺があり、現在は廃寺となっているが、この寺の跡地は現在も墓地として使用されており、その真ん中には寺の住職の墓であろう、乱闘や山田一族の墓であろう、五輪塔がいくつか残っているが、 あるいは、このうちの一つが、聞くの前のものであろうと思われるが定かではない。ありがとうございます。